今日はですね、またまた先週の続きということで、仙台の六芒星神社巡り3カ所目行ってみようと思います。大崎八幡宮から始まって、先週2カ所目は青葉神社行きましたね。で今回は3カ所目仙台東照宮行ってみようと思います。で今ここは先週スタートした地点とほとんど同じところですね。仙台の三越のすぐ近く、県庁の前です。まあ、ここからそんなに時間かからないですね。およそ500メートル先、右方向です。今向かってる仙台東照宮は、過去に、僕は何度も行ってるところですね。前回行った青葉神社は初めてだったんですけど、今回は、何度も行ってるところです。間もなく右方向です。なんか急に雨が降り出したんですけど、さっきまで全然降ってなかったのに。なんか前もこんなことありましたよね。大崎八幡宮行った時も。今日はね、あんまり天気良くないんで、午後から雨は降るとは言ってたんですけど、ちょっと早いですね。あとはここずっとまっすぐ行って、およそ 1.4 キロメートル先、左方向です。ですね、ナビの通りですね。左側に昇山館がありますね。あとここの右側、カメラで見えないですけど、石屋っていうパン屋さんがあるんですけど、ここ結構人気ですね、仙台で。いつ行ってもなんか逆さん来てるパン屋さんです。僕もね、前に買ったことあるんですけど、結構美味しいパン屋さんですよね。最近は来てないけど。強くなってきたかな。なんだろうこの左の車は。なんかちょっと怖いな。500メートル先、左方向です。
左ですね。あら、パチンコ屋さんが、パチンコ屋さんでしたよね、多分ね。なくなっちゃった。最近、まあ確かにあんまここ来てなかったんですよね、この通りは。知らないうちにパチンコ屋さんがなくなってますね。およそ500メートル先、左方向です。で、まあ正面ですね。150メートルで目的地周辺です。またちょっと神社っぽくなってきましたけども。真正面がちょっと階段になってます。鳥居があって。まあ、ここが仙台東照宮ですね。カメラだとまだちょっと見えづらいですけど。まあ、無料で止めていけるところあるんで、そこに止めてちょっと行ってみようと思います。車がすごい多いんですけど、なんだろう、これは休憩してるんですかね。東照宮に行ってる人たちではないのかな。では、ここもちょっとどんな感じか撮ってこようと思います。はい、ということで、仙台東照宮でした。
まあ、少しだけでしたけどね。衝撃録画を開始します。まあ、ここもねすごい雰囲気のいいところだと思います僕はね。春は桜が結構咲いて綺麗ですし、このね僕は結構好きなところですね。まもなく左方向です。まあこの辺は小松島っていうところになりますけど、結構前にあの木遣亭っていう、お弁当屋さん紹介したことがありますね。そこのお店ですのところです。ここずっとまっすぐ行ったらその木遣亭があるんですけど、そこから近いですね東照宮。もう少しねゆっくり撮ろうかなと思ったんですけどね、ちょっと雨降ってきちゃって、ちょうど今日傘ね持ってきてなかったので少し急ぎ気味で撮ってしまいましたけどね。ということで3カ所目仙台東照宮、およそ500メートル先右方向です。で、まあ、さっき言ってた経理亭がここですね、左側。今日はいないですねお客さん。まあ、お客さんも大学生がほとんどですけどね。味は最高です。ということで、また次回もですね引き続きこの六芒星の神社巡り行ってみようと思います。次はそうですねつつじが丘天満宮とか、愛宕神社とか、まあ、どっちか行けたら行ってみようと思います。それではまた次回の動画をアップしていきたいと思います。今日はこの辺で失礼します。Thank you.